はい、皆さんこんにちは、太田ゆりです。さあ今日はですね、何の動画を撮っていきますかと言いますと、久しぶりのうちの親自慢。はい、皆さんこちらの動画覚えていらっしゃるでございましょうか。少し前にですね、うちの父親がですね、プラモデル、ガンダムのプラモデルがすごく作るのが好きで、ナウシカのプラモデルを頼んでみましたっていうことで、このお披露目動画を撮ったと思うんですけど、でも皆さんがね、本当にコメントですごく褒めたたえていただいてというか、もう本当にもう恐縮なんですけど、本当に絶賛していただいて、ちょっと喜んでくれたんですよ、うちの父が。で、私の家にはね、もう一つ、うちのね、ラピュタのフラプターのバージョンも、実は家にあったから、ちょっと今ならお父さんに頼んだらもう一個作ってくれるんじゃないかなと思って、これをね、実家に送りつけたんです。そしたらですね、なんと、届きましたー見て、ナンバー2って書いてる。はい、ということで作ってくれました。ちなみにね、ご覧ください。いいね、ありがとう、ということではい、うちの父がとても喜んでおりました。皆さん本当にありがとうございましたまあ、ということでね、今回も前回に続いて、うちの父親自慢みたいな感じになってしまいますが、お父さんが作ってくれたこのラピュタのね、フラプターがどんな感じだったかっていうのをね、お披露目したいと思いますというわけで、お父さんのフラプター紹介いってみよう。はいうわ、ちょっとなんか恥ずかしいな。でもなんかこれちょっと照れるわ。まあ、でもうちのお父さんは本当に、まあ、自分で言うのもなんだけど、もう娘が大好きで、もうすっごい、私はもう本当箱入れ娘を通り越して切手箱入れ娘として育てられてきたから、もうなんかそんな彼氏とかもう絶対ダメだし、もう私が出てるその YouTube とか、あとラジオとか、あとテレビとかも絶対全部録画して見るし、もうお父さんはね、娘が大好きなんですが、今回もね、そんな愛をこのプラモデルに寄せてくださったんじゃないでしょうか。ということで、じゃあね、手元はこれで写しますので、今日2カメでいきたいと思います。ちょっともうほんとすいません、なんかもううちわネタみたいになって申し訳ないんですけど、でもうちのお父さんプラモデルうまいんですとりあえずね、これ開けてみたいと思います。私もまだね、実は開けてないんですが、じゃーん、おー、すごい、めちゃめちゃ説明書いてくれてるあ、これがフラプター本体って書いてますね。じゃあこれを、あと、まずは梱包開けて組み立てていきましょう。はい、開けました。全部で6ブロックに分かれているみたいです。じゃあまずはフラプター本体から開けてみましょう。あ、ご丁寧にテープの剥がす方向までそれくらいわかるよ。オープン。おお、ちょっと待って、すごい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 。ちょっと思ってたより、まず大きいし、めちゃくちゃリアルなんだけど、ちなみにね、元はね、こんな感じです。なんか全体的にほんとモノトーン、なんて言うんだろう、肌色っぽい感じだったんだけど、こうなんのまず全体的に銅っぽいというか、10円玉みたいな色にしてくれてるみたいです。横に行くと、このつなぎ目も隠れ目してくれて、ちゃんと密接になっています。で、うわ、ちょっと待って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 、この処方の色まで変えてくれてる。ネジの色まで再現してくれてるわ、すごー。で、横側もこんな感じで、エンジンが吹き出す部分ですかね。で、やばいのはここです。じゃーん、運転席。まずこの下、床、木目、イエーこれだってプラスチックが木目に見える、すごーい。で、この操縦席の中もまた細かいなー。ハンドルとかは銀で、ペダルも銀に見せてるんだけど、上の持つ取っ手の部分は木になってます。顔がどんな感じに仕上がってるのかがすごい気になりますね。これがフラプターの本体。じゃあちょっとこれを一回置いておいて、シータを開けていきたいと思います。いやー、ちょっとシータは私本当に好きだから、
顔がどんな感じに仕上がってるのかがすごい気になりますね。と言いつつこんな感じでね、シータの細かいパーツを開けております。ちなみに元はこんな感じで、全部がね肌色のモノトーン状態でした。そう思うとかなりこれは塗り込まれております。やばい、可愛すぎる。これはすごい、めちゃくちゃリアル。うおー、まずお肌、あ、もう唇と口の中まで色が違いますね。そして続いてパズー開けてみましょう。はい、こちらがパズーのパーツでございます。元はねこんな感じなんですが、この悪意のあるポージング、これはお父さんが送ってきた画像です。パズーもできました。パーズー、パーズー。なんかこのシータはめちゃめちゃ綺麗で王女って感じがしますけど、こっちのパズーはこの汚れていて、なんかこう頑張ってるというか、シータとの違いがあってまたいいですね。じゃあこのまま全部ね開封して、組み立ててみたいと思います。さあということで、ついに組み立てが終わりました。かなりかっこよくできたのではないでしょうか。それではお披露目です、どうぞ。ご覧ください。この輝くフラップターの胴体、とってもリアル。プラスチックとは思えない精巧さです。排気口からは今まさに飛んでいるかのようにススの跡がついております。グラデーションをかけることで立体感も増していて、羽は透明になっていて、これは動かすことができるので、これによってかなり躍動感が出せるのではないでしょうか。そして主役の2人、シータの手には輝く飛行石があり、その飛行石は真ん中が光るようにパール塗装が施されています。そしてパズーの方はシータとは対照的にかなり服にも汚しを施してあって、腕を回して2人が立つ姿を見るとパズーがしっかりと守っている感じが出ています。そして特筆すべきはこの2人が立つ運転席の部分です。2人を下ろしよーく見てみると、映画ではなかなか見れない細かい部分まで塗装がされています。ハンドルは木製、ペダルとレバーは金属でできていて、その材質の違いもよくわかります。特にこの足場の木目が私としては一押しです。劇中から飛び出してきてくれたかのようなこのリアルなプラモデル塗装、世界に一つだと思うと鳥肌が止まりません。はい、ということで完成しました。すごすぎる。ちょっとナウシカの時ももちろんすごかったんだけど、ちょっと今回のやつはなんかさらにすごくなってる気がする。なんか前回はメーベで、あ、飛行機自体は一色だったんですけれども、今回はやっぱかなりグラデーションをかけてくれていて、もうとにもかくにもこの運転席がやばいですね。低めに始まり、このメモリー一個一個に色付けされているのがもうちょっと鳥肌です。なんかこの2人のね、またこのポーズもすごい、なんて言うんだろう、エモいというか、なんというか、あーちょっと愛おしいですね。これはこれ何色使ってるんだろう。実際のこのパッケージの色はもっとね、なんていうのかな、光沢があって黄土色っぽいというか、本当なんか使い始めたての10円玉みたいな感じの光沢なんですが、父が作ってくれたのはあの劇中の色にかなり寄せてくれていて、マットなんだけどこの10円玉っぽい深みのある銅の色をしているので、そっちにねかなり寄せてくれたみたいです。ちょっと改めてお父さんすごいなって思いました。ちょっとすごすぎるんだけど、本気ですね。
これはもう前回作ってもらったナウシカと並べて飾りたいと思います。お父さんありがとうございます。ちょっとなんかすごすぎて敬語になるわ。世界に1個のラプターのフラプターでした。はい、ということで今回は自分の父親にフラプターのプラモデル塗装をしてもらいました。いかがだったでしょうか。お父さんは本当に、ね、前回も言ったけど、もうずっとガンダムのプラモデルを作っていて、まあ私がやってほしいっていうことでこのジブリの塗装もやってくれたんですが、いやもうめちゃくちゃリアルっていうか、もう細かい仕事が。ぜひうちの父に塗装してもらいたい方は下の電話番号に。っていうぐらいもうなんかちょっとほんと売れるレベルなんですが、前回もね皆さんたくさん温かいコメントをくださって本当に嬉しかったので、ぜひ今回の動画もすごいなーとか上手だなーと思ってくださった方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひねコメント欄に感想を書いていただきますと、まあ、私も読むし父が全部読みますので。というわけで今回の動画もありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー。